皆様、はじめまして。プレイズレポーター、ハー・ソンヘイです。去る5月27日火曜日から28日水曜日の2日間行われた第3回日曜学校教師講習会をレポートします。午前と夜合計4回の講習会を埼玉県狭山市にあるのぞみ教会を会場にして行いました。近隣の9つの教会の20人が集まって学ぶことができました。講師は韓国の地方都市スンチョンで牧会をしているムン・ニョンチャン牧師でした。ムン先生は副牧師をしていた時も200人の日曜学校の子供を1300人まで成長させました。そして新しく開拓伝道した今の教会は、日曜学校を軸にして教会を始めました。最初、娘さん2人から始まった日曜学校が、なんと1013人までに成長しました。教会の運営もまず子供たちのために予算を立てて使い、余ったら大人が使うという哲学を持っています。日曜学校の礼拝も普通はすぐ大人の礼拝が迫っているので、教育館を使うのが現状ですが、この教会は当然のごとく、日曜学校の礼拝を教育館ではなく、礼拝堂を使って守っています。講習会を通して、まず日曜学校の教師としての信仰的な姿勢のところでは、教師に限らず、クリスチャンとしての原点に立つことができました。天に宝を積みなさいというイエス様の言葉は、神様のためでもなく、教会のためでもなく、自分のために積むのであるということが改めてわかりました。この講習会を通して教師としての使命感を改めることができました。講師のムン先生はさすが現場主義でもあって、実践のところでは非常に具体的なところまで教えてくださいました。子供の異変にはすぐ確認することの重要さ、いつどのタイミングで連絡すべきかなどまで教えてくださいました。日曜学校をやりながら悩んでいたことがかなり解決され、目から鱗が落ちたような気がしました。そして新たな展望が開けました。ムン先生は次々現職の衣替えをし、お化粧をしていました。聞いてみたところ、子供たちはすぐ飽きちゃうから、目で見て楽しめるように。そして、アイドルを憧れる子供たちだから、アイドルみたいに見た目を気にすべきだと教えてくださいました。日曜学校の現状を見ると、いつも何とかしなくちゃという気持ちになりますけれども、なかなか打開策が見当たらなくてもどかしさを感じていましたし、主の召しに従って教師をしている先生たちに充電する機会が与えられればと願っていたところ、文先生とコンタクトが取れて、今回の日曜学校教師講習会を行うことができるようになりました。今回の講習会は涙あり笑いありで、とても楽しく有意義な講習会でした。良き学びと充電の時を与えてくださった神様に心から感謝します。各教会の日曜学校が大きく成長し、次の世代にバトンタッチができる教会となることを心から願ってやみません。以上、埼玉県狭山市からハ・ソンヘがレポートをしました。